went down to the city with a suitcase in my hand, looking for a better deal and trying to find myself a plan. Roaming round the streets, filling up some useless time. And if I'd seen her then, I would have asked her to be mine. Something to talk about. Ooh, someone to dream about. I'm going home alone with only trouble on my mind. I've roamed the streets a thousand times, but a girl is hard to find. I've learned my lesson oh so well. There's only one thing I have found. Nothing else remains to do. You should just stick to your own kind. あれ、あずまやサイトじゃない？あずまやサイトじゃないね。あずまやがところどころにあるけど。ところどころにあるか、俺あずまやサイトなんかなって思ってたけど。ちゃうねん。あ、ちゃうの？占領しないでくださいって書いてて。各自占領してるよな。何も言えねえ。何も言えねえわ、それは。これが噂のやつ。うるえ、受け止めだったで。じゃあ我々らも東屋作ります。砂糖多ない。そう、中に入れて持ってこようと思ったら、それごと持ってきてもちゃんちゃん焼き作ろうと思ってんねんけどさ。ちゃんちゃん焼きはうまいで。フライパンこれでやりたかったよ、マルチグレードで。アルミホイル持ってきた。蒸さなあかんやろ、ちゃんちゃん。アルミホイル、ずっとアルミホイル持ってきた。アルミホイルなんか持ってきてないで。蓋で蒸さなあかんねんけど、蓋して。これをどうにかしてな。フライパン2個あんねんやんか。フライパンだけは。フライパンの量がいい。 10入れたら3つ持ってきてもてんな。だからフライパン同士で蓋になるんじゃねっていう。こうマルチをこう。マルチはそうするしかないよな、蓋な。ほんまマルチやな。マルチや。蓋にも使える。すごいよな。蓋にも使える。よし、それで一回できるかやってみよう。やってみよう。ちゃんちゃん。なかなかもらんでな。フライパン2個持ち。
なんかやだ。完成した。できたよ。早ない。1分蒸して1分って書いてた。早ない。ほんまに。ちょっと大きすぎたぐらい。おお、うまそう。美味しそうやな。これはうまそうやぞ。これは美味しいやろ。美味しいしかないでしょ。昼間からな、いただこう。周りに誰もキャンパーがいてない。めっちゃ広いサイトやな。うまい、うん、あっちにみんな集まってんねんな。そうやな、ここだけなんか4サイトだけ孤立してんねんな。あ、孤立ね。うん、いや俺めっちゃ好きやで、孤立系キャンパー。知らん間に孤立していくっていう。会社でも気がついたら一人だった。20年働いて振り返ったら誰もおらん。おぉ、一人か。まあ、ええか。また一人か、言うて。そうそうそう、いつものことやから。結局、最終一人やもんな、人って、うん、何するにしても、うん、それが何やねんっていう話。これうまいねんな、わさびなり、ほんまに。ほんま美味しい。いや、いただきます。いただきます。ちょんちゃん焼き、ちょんちゃん焼き作っていいですか。あ、どうぞ。遅めのご飯やけども、うん、うまっ。バカうまい。かんない。魚が好きじゃない俺が食べてもバカうまい。ハルト魚好きやからめっちゃいいんちゃう、これ。うん、もう美味しいわ、ハル。これバカうまいね。おー、ナイスキャッチ。危な。4個しかないわさびなり落とすとかだね。すごいな、美味しいな、うん、鮭。うまい。辛くはない。え？お手手が油ティッシュになっちゃった。そらそうやろ、うん、最高やな、この景色に。この景色に合うな、やっぱわさびになる、うん、うまっ。大好きなカプレーゼを作ろうと思ったんですけど、ママさんがまたしてもトマトを忘れました。2回目です。2回連続トマト忘れ。トマト忘れ。パスタも切る。トマト忘れたら、まあいいけど。チーズハルタが切るわ。これマジで危ない。ちょっと半分のやつだけ切ってくれる。
できた。早ない。厚揚げできた。帰ったってこと？ノーマル巻島。あ、ノーマルじゃない方がいい？めっちゃ早いな。見て。エリバリー、エリバリー、なんか夏を経て寒さにめっちゃ弱なった気がする。韓国人やこいつ。めっちゃ暑かったもんな。はい、でも今。暑いです。いや、来すぎやからやろ。これ何て書いてるの、ママ。国語いらんかったな。いらんやろ。国語何て書いてるの、これ。それはハングル読まれへん、ママ。そこまで。なんでお前俺の靴持ってんだよ。ふざけんなよ。出せないね、今日。ああ。うん。いいじゃない。ポン。取られてるやん。取られてるやん。取られてる。昔さ、昔あの4年前とかぐらいの時、キャンプしょってあの始めたぐらいの時、うちらのサイトだけなんかめっちゃ来らないって言っとったんだよ。言ってた。異様に暗かったもんな。もう真っ暗やったよ。なんで？なんで？ってずっと言ってたよな。まあ、そんでほんまにライトがなかったから千ルーメンや言うて、なんか2、3000円ぐらいのな、うん、ようわからん、こんなでかいやつ、うん、LED な2個買ってはしゃいとったもんな、うん、うわあの、エジソン買ったやん。エジソンやった。一発はずるいて。ベアボンズのめっちゃちっちゃいやつめっちゃ可愛いやんっつってつけたもん。めっちゃ暗いね。こんなちっちゃいの。なんか暗って言ってたの。俺よかった。今ロックあるから。レールロード買って。うん、でクレームを買って。そうやさ。だからゴールゼロ買い出してからもうレールロードとかもう使わんすもんね。うん。ユさん。ゴールゼロばっかりで。すごいな、ゴールゼロ。で、オイルランタン手出したもん。今3つっすもんね。うん。レギュラーで使ってんのは3つか。全部ホヤを気に入って買ったもんな。あ、そうそう。ホヤ気に入ってから。紫外線と星空と月やもんな。
で、ホヤがなかったら、多分使ってないと思うよ、俺ランタン。そういうことやんな、うん、ランタン沼ってそういうことやんな。で、黒金デイツをどうするかっていうところなんですよね。問題やな。黒金デイツだけ使ってない、まだ一回も使ってない、ホヤがないから。テントさんの天体、黒の天体やな。、うん、あれが一番や、あれがいいか、ダイヤグローベンな。うん、多分どっちかやね、俺もそう思うわ。天体かダイヤグローブどっちかじゃないと黒金デイツは多分使わへんと思う。こと前昔の写真見てた、あの、ゆうちゃんも一緒に行った、あの、淡路島のさ、垣根で囲まれてる、かまぼこテント、かまぼこテントに、なんかな、あのホームセンターで買って、キリのな、GOG ってな、飾ってたの。キリホームセンターのアルファベットが売ってるんですよ。大きいもんな。A から Z までな。うん、で、D と O と D 買って、あの DOG って並べとったんですよ。言うてな、最終燃やしたっすよ、あれ。焚き火でなかなか燃えへんかったな。なかなか燃えへん、すごいなぁって。はよ燃えり懐かしいね。あの時 DOD 結構使ってたよな。そう、懐かしい。なんかガーランドとかつけて、ガーランドをつけてミルヘンチックださいってやったのにな。どっちか言うから、まあ中途半端や。まあ今も中途半端やな。何がしたいんかわからない。自分でもよく分かってない。どうしたいんか。瞑想サイトや、瞑想サイト。瞑想キャンパーや。寒くなってきたな。10月ってこんな寒い。寒いわ。急に寒くなったな。寝床の準備出ます？うん、眠たいな、もう。もう寝よう。今何時？今6時38分。6時38分。就寝。就寝。7時就寝。チーンや、でも。昨日遅かったですよ、寝るの。めっちゃ遅かった。なんか予想外に。引っ越ししたっすね。そうそうそう、模様替えのせいで目が1時回ったからね。ちょっと早めに寝ます。うん、ちょっと寝床の準備しよう。ゴロゴロしよう。うん、そこやねんな。うん、パイティアのキャンプ。うん、寝床の準備を寄せなあかんっていう。うん、テント、テン、シェルターにインナーテントぶち込むだけっていうな。シェルターの使い方が全然分かってない。確かに。やりましょう、ちょっと全部。うん、よし。完成したっすね、寝床。完成しました。寝床でシェルターが全部埋まるっていう。こんなもんなんすか、みんな。いや、でもさ、デュオとかソロとかでない限り、これだけで無理やで。無理やな。デュオでもこれコットン2個やったら、中に荷物そんな置かれへんもんな。うん、っていうかもう、ほぼタープ下におるっていう。これからの季節でもちょっときつなってくるんちゃう、タープ下は。せやな。ほんでな、雨降ってみや。終わりやな。うん、寒うても中入らない。中でも何も置かれへん。そうなるからやっぱギギツーなんですよ。ああ、ギギツー無敵やもんな、あれ。ほんなギギツー TC いるな。いら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 。ギギツーあるからいらんよ。いらんか。びちゃびちゃなるけど、毎回。びっくりするよな。もうびっくりするぐらいびちゃびちゃなる。ヒャーってなる。それでもやっぱ強いよな、あれ。うん。
だってそれインナー置いてコット置いても、うん、真ん中ぶわー広くて冬でも雨降ってもキャンプオーパーツ炊いたらもうあったかいみたいな。そうやね、やっぱ技術最強やわ。技術が壊れても技術買うわ。買うな、うん、ただ区画サイトやとちょっとしんどいところ出てくる。張り方が限られてくる。7メーターあるやろあれ横幅。ここ無理やん。ここ無理やね。ワンサイトじゃ無理や。ワンサイトじゃ無理や。もう張ったらもう出られへん。出たらもう隣のサイトやろ。隣のサイトどんなんだろう。そう D2 が出たらもう隣のサイトすいません。その辺がちょっと難しいな。さあ寝ようか。歯磨きして寝ようか。もう寝ましょうや。歯磨きして。明日4時起きやし。4時起きやし。ただいまの時刻6時55分ですちょっともう早すぎ。ゴロゴロしようや。そうやな、うん、寝んくても、うん、ゴロゴロしよう。星も見えへんしさ。見えへんな今は完全に。ゴロゴロして明日のためにちょっと体休めよう。そうでしょう。歯磨きしましょう。うん、休み7時ですけど全員集合7時ですけど寝ましょうか。8時やけどな全員集合は。1時が早なってもうだけど寝ましょう。もう寝よう。明日早起きしよう。僕もねパジャマのこの真っ赤カーのアディダスに履き替えたから。真っ赤カーのピチピチのアディダス。昔のギャルを見てすごいやろこの真っ赤カーのアディダス。なんでそれ買った。なんで買ったんやろな。黒い目に憧れてたからちゃう。多分黒い目。はい、というわけでまた明日早起きしましょう。はい、はい、じゃあおやすみ。おやすみなさい。便利やなこれ。便利や便利。ほんまの便利やんかこれ。ファウスウィンズで。こういう時に便利やな。便利や。便利やわ。しっかり固定してもらう。ぶちょっと。なんだ。よいしょ。
あ、もう弾けたん。はい。早いな、これやっぱり。早いね。軽いし。なんかリバーズやったっけ。うん。いいよなって思ったけど。上には上がおったな。タイムモア使ったらもう無理やな。多分戻られへんね。ごめんな。圧倒的にちゃうもんね。ん？火はついてんな。うん。もうちょいや。来てる来てる。ギリギリの戦いやったね。ギリギリのガスやったな。ガス、ギリギリのガスやったな。もう何でもええ思っとったからさ、うん、でもやっぱ知れば知るほどあかんやんって。いただきます。はい。おお。あっこ。うまい。うまい。うまい。やっぱピザソースね。うん。雨降ってきた。よそポツ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 言うて。まあまあ降ってきたで。戻る。よし、これもう雨降ってきたんで、うん、エンディングです。あ、どうでしたか。なんか初めて Google マップで検索して来たキャンプ場やけど、いや、コスパ最強じゃない。うん、2サイト取って5000円いかないですもんね。でこんなに静かにキャンプできて、うん、なんか1サイトが1650円やね。で2サイト取っても3300円やから、うん、そっから大人の入山料、うんうん、入場料と子供の入場料合わせて4000なんぼやったから、4000後半やったから、めっちゃお得や。うん、予報ではもっとお昼の3時ぐらいからの雨やったけど、うん、もう雨降りだした。もう帰ろう。帰ります。はい、この動画はそこで終わりましょうか。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。相手はチャンネルでした。久々にじゃあやりましょうか皆さん。久々ちゃうと思うけど、毎回やってるけど、パパさん向井平、向こう平、向こう平、向こう平、向井平か分からへんで、向こう平、どっちか、どっちかです。のキャンプ場から皆さんご一緒に。和歌山県です。次回の動画でお会いしましょう。バーイ、セイユー。そうだいく。てっしゅー。雨や、雨、はい、雨、雨降ってきた。まさかの雨やで。美味しいやろ。あ、うん、うまっ。